どうも、ゆうたです。今日はいつものトレーニングではなく、体のケアをしていきたいと思います。頑張ります。これは太もも裏のストレッチになります。だいたい30秒から1分間ぐらい呼吸を止めずに行いましょう。これはお尻のストレッチです。だいたい30秒ぐらい呼吸を止めずに行いましょう。これは胸、腰、お尻のストレッチです。次はストレッチポールを使ってストレッチをしていきます。肩こり解消や、腰痛解消に効果があります。次はバランスボールで骨盤を調整していきます。今日はストレッチを行いました。ストレッチは、凝りをほぐすだけじゃなく、ダイエット効果もありますので、ぜひ皆さんも取り入れてみましょう。